各千金日本流列島は2008年4月11日から2009年2月6日まで富士テレビで毎週金曜日の21時55分22時52分に放送されたゲーム番組を兼ねたクイズ番組である。2008年1月3日にスペシャル番組として放送されたのが最初の放送。答えはすべて都道府県が コンセプトの県民性をテーマにしたクイズ番組。パイロット版として2008年1月3日に単発特番が放送された。放送開始から約半年間は VTR を見てそれがどこの都道府県であるか当てるというものだったが、その後アンケートクイズで日本国民の世論を予想する内容に変わった。 金曜22時台の1時間番組は1981年から1984年に放送された金曜劇場以来33年6ヶ月ぶり。メイン司会サブ司会進行芸能人2人1組の4組による対抗戦で各組3000点分のチップを持った状態でスタート。ある都道府県が何かで日本一であることや珍しい風習。 局地的に流行っているトレンドなどを紹介。それがどの都道府県のものなのかを予想する。日本地図をルーレットのベッド版に見立て、その上に手持ちのチップを100点単位でかけるという形で予想を行う。なお、かけられるのは1箇所のみ。チップの種類は100点、1000点、2000点、1万点、10万点、100万点、シ助さん人形の7種類。 かけ方や配当は以下の通り。出題 VTR には必ず名産品が映っているなどヒントが隠されている。しかしほとんどのヒントはわかりにくく、その度に回答者や島田信介が突っ込む光景もしばしばある。ただし、6月20日放送分では嘘のヒントも隠されていた。また、ゲストが VTR で出題する場合、 ロケ映像中のヒントだけでなく、正解の都道府県に抱くイメージをゲストが語る、特別ヒントも出される。正解発表では、中野と松尾が腕を回して、回れ、ルーレットと声をかける。的中すれば、かけた場所に応じた倍率だけチップが増えて帰ってくる。外れた場合は、かけたチップはそのまま没収される。最終問題に限り、 現段階での得点が低いチームからかける。高得点チームが正解の可能性の高いところにかけた場合、低得点チームが強制的に移動しなければならなかったり、1チーム優勝の可能性が消えることもある。その後、相手チームのかけた場所を見て、逆転可能な場所に変更してもよい。ボーナスチャレンジを除き4問出題する。 最終的にチップを最も多く所持していた組が、ファイナルチャレンジの挑戦権を獲得できる。2008年11月7日、放送分以降のレギュラー放送は、4対4の2チーム対抗戦になり、また、都道府県を予想する問題がなくなり、すべてアンケート結果を予想する問題になった。最初に、ルーレットでこの問題のテーマを発表を。 テーマに沿って150人に聞いたアンケートが出題され、そのアンケートの上位10項目の回答を予想する。1人1回ずつ口頭で答えて、答えた項目がベスト10に入っていれば、その項目の回答人数1000点を獲得。4人が3回ずつ、計12回答えた後、まだ正解されていない順位があった場合は、最後に、島田晋介も答える。 新助が答えた項目がベスト10に入っていた場合、その問題で獲得した点数が半減される。これらを含めたアンケートに関する問題を行い、合計点が多かったチームがファイナルチャレンジの挑戦権を獲得。正解発表時には中野と松尾が回れ、ルーレットとコールする。前述の通常問題の他にコーナー名のある問題がいくつかある。 女子高生、トレンド白書超有名人が行く。全国自分で知名度調査。日本全国イケメンファイル。3つの日本一問題このお得物件何県全国美味しいものただ聞こうこれ何ですかゲームその1、都道府県宛てクイズゲームその2、2008年話題クイズ2問目と3問目の間で実施。 都道府県に関するクイズやゲームを行い、持ち点を稼ぐ。ゲームその1、並べ替えクイズゲームその2、VS 新助ドボンは嫌よ。ゲームその3、VS 新助超常識東西ジャンプゲームその5、VS 新助早押しバトル。ゲームその6、VS 新助早押しバトル。ゲームその7、VS 新助値段当てバトルハイアンド。 ローゲームその12ゲームその13名産品ミックスジュースある都道府県の特産の食べ物が8品ありルーレットで4品を選んで牛乳とともにジューサーにかけるそれを飲んで入っている食べ物を4回答える当てた数によって1つにつき1万点が入るただし入っていない4つの中に NG ワードがありそれを言うとそれまでの得点が半分になる また、飲んでまずそうな顔をすると減点。9月26日の特番から最終問題として登場。都道府県ではなく世界の国を当てる。最新の流行とその国で知られている日本人のランキングを取材する。倍率は1国け5 0倍、2国け2 5倍、3国かけ1 8倍、4国かけ1 2倍に、四方け6倍もある。 日本列島県民性予想バトル、VS、新助エビージャンピングクイズ、VS 新助早押しバトル。1位を当てろ。国民の声アンケートクイズ。ゲームその11、競馬予想バトル第一期パイロット版及び、レギュラー会の5月16日放送分までと6月6日、放送分は、以下のルールで行われた。東日本。 西日本のどちらかが正解となる二択問題を、出題が3問出題された。考える時間は3問合わせて60秒。3問すべて正解なら、賞金100万円獲得。なお、パイロット版は1問のみの出題だった。6月6日放送で廃止された。第2期5月30日放送分のスペシャルと、6月13日放送分以降は、 以下のルールで行われた。優勝チームが2個のルーレットにそれぞれ玉を投げ入れて、その結果に応じた、国内旅行を獲得する。一つ目は、旅行先及び人数決定のルーレット。行き先と人数が組み合わせて書かれたプレートがあり、最大で、沖縄本島旅行20人分が商品となる。二つ目は、当選者決定のルーレット。優勝チーム、会場。 視聴者、相手チーム、司会者の穴があり、玉の入った対象者に1個目で決まった旅行が当たる。マスは優勝者と外れのマスが、やや多く、司会者など、その他のマス数は少ない。外れに入った場合は、全員が旅行を獲得できない。会場に当たった場合、観覧客が新助と一斉に、生き残り方式のじゃんけんを行う。そこで最後まで残った観覧客が、 ペアで旅行を獲得できる分を獲得。記録優勝チームで旅行獲得最高得点優勝最低得点。優勝回答者以外で旅行獲得。ありがとうございます。